言葉をつなぎ替えると意味が変わったり、思いの伝わり方も変わります。人との関わり方も同じですよね。嫌いの反対側には好きって書いてあるんですよ。さて、今日のセレクト曲はウアの悲しみジョニー。あなたには伝わらない、あなたも知らなくていい、そのままでいい。愛されたかったのはずっと前の話。心の傷は痛まないのよ。だからあなたにはわからないでしょう。どこにいてもいい、会えなくなっても同じ。同じ記憶が二人の中にあればいい。余韻の中、私は何度も絶頂を生み、あなたにはわからない。私の愛は私だけのもの。全振りだと曲上げが23分ぴったりです。素晴らしい。今さ、今ストーリーの曲で深夜にもう一回聞きたい。マジ深夜の番組が出てきてしまう。全部の時間帯にそれでこそか。午前中もあり、午後もあり、曜日ありだしさ、とにかく。そうですね、深夜午前中とにかくやったでしょ。夜あるでしょ、昼あるでしょ、夜中じゃん。そうですね、これだと今ね、この時間帯は昼も。私本当に知りそうだよ。ちょうどあれします。でも
シンクロの時間は、私ここだと思う。場所にもよります。多少違います。ずっとね、同じビジット、同じばっかりです。でもさ、シルエットのルーキーの写真いいな。ありますね。ね。あるある。あれまた夜のね、ここにライトがある時のね、雪が降った日とかの写真すごいしてた。なかなか勝負しないで。これだから。30秒前。短かった。半袖ばっかりやってる。